どうも、アイトです。大学受験の国立前期が終わって、結果待ちの方が多いと思うんですけど、それの、まあ、結果待ちなんだけど、うまくいってないだろうと。で、あって、まあ、ダメやったって方とか、高校受験の前期が不合格の方なんかに、まあ、ちょっとちょこね、メールをいただいておりまして、まあ、気持ちの切り替え方をね、教えてほしい。なんとかして頑張りたいんだけど、頑張れないみたいな。のをいただいてて、まあ、それについてちょっと喋ろうかと思います。で、まずね、もう、結果として気持ちの、例えば俺がなんかしたら、いや、もうやってやる気出たぜみたいなことはね、難しい。難しいな。で、なんでかっていうと、気持ちを切り替えるんだってみんな自身でしょ？そう。だってそう、今へこんでて辛い心は俺の心じゃないからさ、みんなだから。そう、変わってあげるわけにはいかないしさ、それはできないんだけど。でも、きっかけっていうのは何でもいいと思うの。気持ちって心っていうのは、いい意味でだよ。いい意味でコロコロ変わるんだよね、結構。浮き沈みっていうのは結構変わりやすい。で、そのきっかけが例えば、俺のこのね、今聞いてくれてるこの動画だったらすごく嬉しいし、俺自身は。あとは、家族とか先生とか友達とか、恋人の言葉ね。励ましの言葉わかんないよ。知った激励わからないけど、言葉とか、好きなアーティストの歌、DVD、わかんないです、それは。でも、何かを見たり、何かを聞いて、そのきっかけで、そうだよなって、もうやるしかないよねって、思うかどうか、そこに思えるかどうか。それはやっぱみんな次第だと思ってます。で、そこにやっぱ持っていかなきゃいけない。いい意味で開き直るっていうね。で、まあ大学受験にしてもさ、高校受験にしても、まあ第一志望、今ね、国立公立狙ってる方なんかは、次がラストチャンスですよね。自分が塾講師やってた、埼玉県とかは、公立が一発勝負なんですよ。全校期がないんで、もう、最初からね、最後ラストチャンスになっちゃうんですけど、まあ、すべてのね、そういう方含めて、ラストチャンスだからこそ、失敗したらどうしよう。ね、これ落ちたらもうないじゃんみたいな。終わりだよみたいな。感じになるんですよね。だからこそ、そうやって病んでしまうんだよね、気持ちが。病むんだけど。これね、ちょっと自分が、まあ、大好きだった恩師が言ってた言葉にもちょっと関わるんですけど、自分もね、俺自身も高校受験、大学受験、前期落ちてるんですよ。そう、両方落ちてて、後期っていうラストチャンスで引っかかったの、運よく。っていうタイプだったから、そう、みんなみたいに、落ちてもどうしようみたいな、もうズンみたいな気持ちはね、一回、二回通ってるの、そこ。で、すげえ凹むんだよね。そう。俺、思ってた時に凹んだもん、自分が。あ、こんなに気にすんだ、俺、みたいな。あんまりね、気にしないと思ったんだけど、前期ラッキーだよね、って。まあ、受けたらラッキーぐらいの気持ちでいたんだけど、いざ落ちたら、あ、まあ、マジかよ、みたいな。そう。で、しかも両方ともね、結構受かるって言われてたんだよね。高校も大学も。センター取れたし、基準まで。そう。ただまあ当日ね、やらかしたんで無理だったんだけど。で、へこんでて。でも、そのね、恩師に言われたのが、お前さ、って。いつまでへこんでんのみたいな。結構きつい先生だったから。ラストチャンスだけど、チャンスがなくなったわけじゃねえじゃん。みたいなことを言われたのね。で、これは俺は、塾講師の時によく生徒にも言ってて、ラストチャンス、ラストチャンスって言うけど、いや、チャンスでしょ、それ。ラストがついてるけど、チャンスなんだって。まだあるじゃん、チャンスが。ゼロじゃないんだよ。で、それを、生かしきれる、掴みきれるか分かんないよ。そのチャンスに向かって努力をしたけども、結果として結果が伴わないかもしれない。ただ、前も話したように、そこまで踏ん張って、辛いよ。辛い気持ちをこうね、鼓舞させて。踏ん張ったら、結果が伴わなくても、その先、変わるって自分自身に。自信もつくし、あの時頑張れたんだからって。もちろんそこではまたね、考え方が必要なの。あんなに頑張ったのにどうせダメだったよ。この先も、みたいな。こうやってね、努力したって何も変わんないよ、みたいな。そう思うか、そこで、いやいやって。結果伴わなかったけど、でもあんだけ辛いのに私頑張れたもんって。それってすごい違う。その進学した後、社会出た後、全部そうだよ。違うんだって。だからこそ、多分あと一週間二週間だよね、もうね。で、もし、凹んで、みんなが今ね、凹んでて、もうね、机に座っても何も集中できないみたいな。なると思うんだけど、でも、何もやらなくって、やらなかったら翌日凹むでしょ？昨日何もやらなかったこと。だったら頭に入んないかもしんないよ。でも、やろうよ。それが大事なんだって。強いて切り替えるきっかけというか、なんかなるんだったら、辛くてもやる、勉強は。
ただし、体調管理が一番。だから、夜更かししてとか、徹夜してってのは絶対ダメだよ。もうこの時期は絶対やめてね。睡眠時間はきっちり確保する。俺みたいに大学受験の前期で風邪をひいて熱を出してとか受けないでね、みんな。すげえ後悔するから、それ。いいかな。体調管理をまず一番にして、やるだけやって、で、受験当日を迎えよう。っていうのが伝えたかった思いっす。はい。何度も言うけど、ラストチャンスだとしてもそれはチャンスだからね。チャンスがゼロになったわけじゃないから、結果はわかんない。そのね、終わった後にもしかしたらまたすごい落ちてしまって、メールをいただいて、また何か話すかもしんないけど、今この状態で伝えたいことは、それなので、これでね、何かね、きっかけになったら嬉しいです。はい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。以上、アイチでした。